ガジンをご覧の皆さん、こんにちは。ミスマガジン2022ミスヤングマガジンの朝倉瑞希です。今日はちょっといつものあざと可愛い系ではなくて、ちょっと大人な感じもするけどポップな感じの撮影をしました。今回の撮影でなんか一番気に入ってたのがその黒のジャージのやつなんですけど、なんかロリポップを舐めてるシーンとか、ちょっとカッコつけ朝倉がちょっと見れるんですけど、その衣装めちゃめちゃ可愛かったのに、なんか自撮りするの忘れちゃったのがちょっと後悔かなっていうのと、あとはあのコルセットみたいな感じのデザインのスカート履いてる、なんか水着じゃないんですけどちょっとこうセクシーな感じのお洋服を着たやつが、なんかいつもと違う服を着れたのと、あとなんかちょっとアンティークレトロみたいな感じの服で、すごいそれがお気に入りです。なんかたくさんね見どころがあって、いつもの朝倉とは全然ねちょっと違う朝倉になってると思うので、ぜひ皆さんヤングマガジンでご確認ください。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。Thank you.